さん、そっちは頼むよ。ああ、任しとけ、オズ。どんどん行くぜ。いい感じだね。止められるもんなら止めてみな。どうだ。そっちは頼むよ。ああ、任しとけ、オズ。
ここは浄水エリア、汚水を浄化するエリアです。その窓から水質検査ルームが見えます。ほら、そこに浄化済みの水を体験できるコーナーも。社会見学に来たみたいだな。大したもんな。どれどれ。嫌な予感がする。水にわずかな不純物、磁気性のウイルスを検出しました。翔太郎さん、触れてはダメです。磁気性のウイルスだって？あぶねえ。これはこの奥に原因がありそうだな。先を急ごう。俺に任せろ。さあ、お前の罪を数えろ。ここは俺に任せて。わかった、ここはやるしかない。
うか。これどうだ。バキバキがしないね。これどうだ。ここは俺に任せろ。さあ、お前の罪を数えろ。このエリアの奥に進むには浄水槽の水位を下げる必要があります。そういうことか。教えてくれ、どうすればいい。まずこの部屋にあるバルブ解除装置を見つけてください。装置を作動させたら部屋にある3つのバルブを全て緩めて回ります。成功すれば水位は下がり、奥へ進む通路が現れます。えらく手の込んだ装置だね。この場所に向かってください。電電センサーで何かわかるかもしれません。はっ
よし。電電センサーで何かわかるかもしれません。ならしましょう。